はい、どうも、こんにちは、ミスターケンです。ドームのランドセルが残り3時間30分後に公開されます。この動画を皆さんね、視聴になっている頃にはもうすでにランドの詳細が出ております。本日はね、木曜日だということで、メタバース銘柄の分析でございます。今回ね、こんな感じのね、スケジュールでね、動画回していきたいと思いますので、皆さん最後までぜひご覧になってください。ちなみにね、こんな感じのスケジュールでね、1週間動画投稿しておりますので、ね、皆さんぜひこちらの画面スクショしてね、動画をご覧になってください。はい、ということでね、まあ、ラウンドの詳細に関してはですね、明日ね、また動画作成しますので、皆さんぜひね、チャンネル登録していってください。ロバート・グリーンさんからのツイートね、たくさんあります。こちらを取り上げていく前に、とりあえずね、エバードームのチャート分析から入っていきたいと思います。エバードームのランドセールがもう開始されるということでね、エバードームは現在反発しております。まあ、私のチャンネルを見ている方だったらわかると思いますが、この 0.06 がまあどれほど重要なレジスタンスになるか話してました。まあ、ドームは約2倍の反発があったんですが、ここのね、超重要レジスタンスに拒否されて、今ね、こちらまで下がってきているわけでございます。もしこちらを拒否し、もしこのサポートもホールドするのが大事だと話したのですが、まあ、これをホールドすることができず、そのままこちらの 0.053 あたりのね、サポートまで落ちてきましたと。そしてこのサポートを反発して、今現在ね、この 0.056 抜けましたっていう感じでございます。そしてね、この 0.053 がなぜ重要なのかということが分かったかと言いますと、見て分かる通りね、こんなにも意識されているので、間違いなくね、ここはね、一旦ね、意識されるゾーンだということが分かります。そして一気に駆け上がって、まあ、こちらのレジスタンス抜けてしまいました。 0.056 を一気に抜けてしまいました。そして日足マクロスケールでも見ていきますと、こんな感じで安値を連続的に切り上げている状況なんで、まあ、ものすごくね、綺麗な上昇トレンドになっております。ということで一旦ね、まあ、注目すべきエリアとしてはこちら間違いなくね、 0.0585 が、まあ、一旦ね、直近のレジスタンスとなります。ここが一旦ね、売り入ってくる可能性あるかもしれません。そしてこういったね、反発するのであればね、間違いなく買い時はこのアガハゴあたり 0.055 からね、 0.0056 がね、買い時となってきますのでね、この辺でね、まあ、拾っていきたい感じでございます。まあ、こちらユーログループでも話したのですが、こちらね、ダイバージェンスを作成しまして、1時間で RSI が上がっているのに価格が下がっているとということでね、これ反発することが分かりました。有料グループに興味がある方はね、説明欄に入り方動画あります。どういうグループなのか詳細についてありますので、皆さんぜひ見ていってください。エバードームが 0.06 を抜けてくれるのであればね、次ね、 0.063 が一旦ね、レジスタンスとして直近にあります。 0.063、 そして 0.068、 そして 0.07 となってきますと。そしてね、こちらね、ロバート・グリーンさんのツイートなのですが、まあ、デジタル不動産は一つのものですがね、まあ、こちらを想像してください。超大型プロジェクト、ブランド、コミュニティ、そして会社が自分たちのメタバースをカスタマイズして超現実的なメタバースに参入することでどうなると思うかと、こちらツイートしております。まあ、こちらのツイートによってね、ドームがね、まあ、爆上げしているかのように見えますと。そして続いてですね、メタヒーローの分析に入る前になんですけど、メタヒーローのニュースこちらにあります。まあ、今日は大事な日ですと。メタヒーローのね、上層関係者と、まあ、話しましたと。そしてあなたたちはもうすぐ、私たちが、まあ、陰で何をしてたのか、メタヒーローが何をしてたのかを知ることになるでしょうと。本日エバードームのランドマップが公開されます。あなたたちは今からメタバースがどのように展開することを確認できるでしょうと、こちらね、言及しております。ということでね、メタヒーローがあまりね、何もしていない状況でした、エバードームに比べて。ですが今ね、ものすごく個人的には買い時だと考えております。私個人、毎日毎日ね、決まった時間にメタヒーローを購入しております。ということでね、メタヒーローのチャート分析入っていきたいと思います。まあ、メタヒーローのね、まあ、こんな感じの大きな、今までにもない大きなパートナーシップがあるっていう発表があってからね、爆上げしたのですが、まあ、そのままね、売られ続けね、この安値までを下回る形となりましたと。そして、まあ、メタヒーロー、まあ、この辺で推移している状況でした。ですが、見てください。4時間足で見てもね、安値を切り上げている状況です。間違いなくね、まあ、上昇トレンドにいる形でございます。そしてね、今こちらのね、レジスタンス 0.055 を割ろうとしています。これ割ったらね、次 0.056、そして、まあ、この 0.058、そしてね、0.06 あたり。そしてこのね、0.063 ぐらい、0.06 から 0.063 大きく抜けてくれたらね、一気に 0.07 ぐらいまでね、駆け上がるのではないでしょうか。0.07 を
抜けてくれたら次ね 0.076 そして 0.08 0.081 となってきますと。そしてねメタヒーローね、まあ、長い目で見たらものすごく安い値段だと思います。まあ、こちらのツイートを見ていきたいんですけど、超現実系メタバースエヴァードームでのユーティリティメタヒーローの、まあ、未来を見てくださいと。メタヒーローとエヴァードームの大々的なパートナーシップ、そしてメタバースを永遠に変えることを知るでしょうみたいな感じでねツイートをしております。ということでね、まあ、メタヒーローとエヴァードームは一つのセットです。そしてメタヒーロー見てください。オールタイムハイから史上最高値からねこれほど下がってます。 83% も下がっております。これがね買い時ではないわけがないと個人的には考えております。ので私はこの値段でもメタヒーローを常に買い続けております。長い目で見たら間違いなくねこれは買い時だと考えているので、まあ、引き続きね自分が決めたラインまでね購入していきたいと考えております。まあ、続いてねビットコイン入っていきたいと思います。ビットコインですね今もねものすごく重要なレジスタンスに歯向かっております。こちら200日平均線に今ねいる状況でございます。まあ、この200日平均線がね、まあ、どれほど重要なのか、ビットコインは20週平均線を超えることができました。そして次のテストは200日平均線です。200日平均線これ2018年のチャートとか見ていきたいんですけど、この200日平均線を抜けてからどうなったかと言いますとね、こちら見てください。2019年ですね爆上げしましたと。逆にね200日平均線を下回ってからねこんな感じでレジスタンスとしてね200日平均線が機能してきました。こんな感じで2020年も200日平均線を埋め抜けてそのまま上がりました。でこんな感じで200日平均線上がったと思っても下がってこんな感じになりましたという感じで、まあ、200日平均線かなり重要なラインとなっております。そしてね同時にね仮想通貨全体のマーケットキャップ時価総額のチャートもこちら200日平均線を挑戦しております。そしてビットコインを省いたチャートもこちら200日平均線を挑戦しております。さらにね様々なアルトコイン、そしてイーサリアムもこちら200日平均線を挑戦しているので、まあ、こちらを抜けてくれるかによって大きくね今後数ヶ月仮想通貨の相場が動いていきます。そしてビットコインは仮想通貨の王子です。ビットコインが上がればそしてビットコインは仮想通貨の王子です。ビットコインが上がれば他のアルトコインも上がります。ということで一旦ねここもしね反発するのであれば間違いなくてこの赤箱ね4万5000ドルから4万5600ドルがね注目されてくることになります。もうこれ下抜けてしまったらねかなりやばい状況になります。なんて言ってもこちらね20周平均線がある場所なので20周平均線を下回るのであればこれはねかなりやばい状況となります。まあ一旦ねここまで下がってくるのであれば間違いなくねバイビットなどでロングしていきたいと思います。まあ、説明欄からねバイビット入金ボーナスあるんでねこの URL から登録したらあるんでね皆さんぜひ登録していってください。間違いなく一旦反発すると考えているのでね短期でねスキャルロングとか入れていきたいかなと思います。まあ、考えられるシナリオとしてはここから反発してねこの4万8000ドルをね挑戦してこのままね5万1000ドルに行くかそれともですねこのままね上がっていく可能性も全然あります。この辺にもサポートありますのでこのヒゲねこのままね反発して上がっていく可能性ねこのね2つのシナリオを考えています。この赤線下抜けるのであれば20周平均線も下回るのですぐ回復するようなできればねヒゲのような回復を見ていきたい感じでございます。まあ、イーサリアムを見ていきたいと思うんですけど、まあ、イーサリアムねここに200日平均線がありましたと。20周平均線もこんな感じになるのでまあ、この2つにね挟まれている状況です。ビットコインと同様、まあ、一旦ねこのサポートホールドしてくれてます。そしてこのレジスタンス3430にもあるのでそしてねこれ今ね見ている感じだとね三角持ち合いね形成しているように見ますと、まあ、これブレイクしてくれたらね一旦ねこれ3630ドル、そして同時に200日平均線も抜けることとなるので、まあ、ビットコインが上抜けたらイーサリアムもおそらくブレイクすると考えていますのでね今結構重要なエリアにいるっていうことを忘れないでください。逆に買い時はどこかと言いますと間違いなく3155ドルが買い時となってくるのでそこを見ていきたい状況です。まあ、続いてねサンド見ていきます。サンドはサポートレジスタンスを変換していってます。見てわかる通りね、ここね、ヒゲで完璧にここまで下がってきて、そのまま上に上昇していってると。なのでね、一旦ね、このサポートをね、変換してほしいっていう感じでございます。そしてこのレジスタンス意識してくれてるので、まあ、次ここを抜けてくれるのであれば 4.25ドル、4.83、5.22 って感じで、まあ、市場最高値にね、向かっていく、ちょっとずつ向かっていく感じでございます。サンドもコインチェックなどいろんな企業とパートナーシップを結んでおりますので、まあ、一つね、ポート
不安になっても、まあ、結構ね安心できる通貨なのではないのかと考えています。まあ、買い時としてはね、まあ、さっき言った3.58ドルが一旦買い時となってきます。まあ、ビットコインによって全て変わりますが、サポートに来た時に買う、そしてそれを下回ったら損切りっていう形でね戦略を持つことが大切です。マナー続いて見ていきたいと思うんですけど、マナーはこのままにサポートねまだ確認していませんね、こちらの。そしてここのレジスタンスね、こう青線引いてるんですけど、先週からこの青線今挑戦している形でございますと。これをもし抜けてくれるのであれば、この辺のレジスタンスね、2.95 ドルのレジスタンスがね、注目されてきます。そしてその先に 3.1 ドル、3.22 ドル、3.43 ドルが見られてくる状況になります。そして、これを抜けてくれるのであれば、一旦ね、ここね、2.95 ドルで売り入ってくる可能性結構大きいです。ここ結構重要なレジスタンスになってますので、ちょっと注目、気をつけていきたいっていう状況です。そして、買い場としてはね、間違いなくね、またサポートして確認したい、この赤線、2.5 ドル。ドルまで来たら拾っていくのにね興味持ってもいいかなと思います。でこちらねブロック見ていきたいと思います。ブロックね私のチャンネルでも、常に話してました。毎週メタバース分析の時ブロック話してました。もし勝ったっていうのであればね皆さんぜひコメント欄で教えてください。ブロックねものすごく大きな上昇がありましたと。見てください、約ね2倍、 94% の上昇がありました。ここはねそこであろうと、私ね動画で話してました。そして見事、そこでした。私の動画でねこういう有料級のことも話してますね。皆さんぜひね、無料なんでね見ていってください。動画チャンネル登録、そして通知音、そして最後まで見ることをお勧めします。テクニカル分析についてねメインで語ってます。テクニカルを使って統計学的に勝率の可能性をアップできますので、皆さんこれ無料なんで見ていくことをお勧めします。この動画見てるだけでもね2倍以上、これだけでもないですけど、いろんな銘柄もありますが、かなり儲けてると考えてます。ということでブロックね、これね 0.0268、 これ間違いないレジスタンスね、これ抜けたら一旦この辺ですね、 0.03、 そして 0.035、 そして 0.043 が見られていきます。これね長い目で見たら、見てください、マクロスキルで見たらこれね 90% 以上落ちてるので、まだここでもね個人的にね全然買い時だと考えてますので、全然ここでね拾ってってもね問題ないと思います。でもね拾っていくのであれば一気に入れていくのではなく、毎日ね分散して、例えばね1日1万円、次の日1万円って感じで価格に気にせずね、こうやってね分散していくことによってエントリーをね、高い時に買っちゃう日もあるし、安い時に買っちゃう日もあるって感じで、エントリーを分散することができるので、そちらおすすめします。ということで、間違いなくね、こうね、日足レベルで 0.021 まで下がってきたら買い時となってきます。そしてこちらのニュース見ていきたいんですけど、仮想通貨税制で米国の財政赤字を10年で110億ドル削減ということで、ホワイトハウスがね、1日に発表した、2023年度の予算によると、デジタル資産に関する税制を修正することで、2023年から2032年にかけて109億ドルの赤字が削減されるということです。これどういうことかと言いますと、仮想通貨が今からね、爆上げするって政府も考えてるんですよ。それによってね、税金受け取るじゃないですか。それによって、財政赤字を10年で、110億ドル削減っていうことです。ということで、政府も仮想通貨を上げるっていうことをもう認めてますよってことです。そして、バイデン政権は税制にデジタル資産を含めるためのルールの近代化が、2023年に政府に49億ドルの収入をもたらすと試算したということでございます。ということで、仮想通貨は今からねどん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 上がっていってね、その分ね皆さんが、これアメリカなんですけど、仮想通貨の税金をねもっとね支払わないといけないっていう、ニュースです。そしてこちらのニュースを見ていきたいんですけど、ビットコイン ETF が拒否されれば法廷論争の可能性否定せず、グレースケール CEO、 当社はね法廷論争の選択肢もあり得ると語った。ビットコインスポット ETF の申請が SEC によって拒否された場合、行政種族法 APA 訴訟のオプションを検討するかどうか質問されたと。そしたらね、同氏は、私は全ての選択肢がテーブルにあると考えていると答え、投資家の立場を代弁し続けることの重要性を強調したと。ビットコインの ETF の承認もしくは拒否は、今年の7月6日、運命の日7月6日になる予定とのことです。ということでね、本日はね、こんな感じで終わりたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。説明欄にあるね、豪華ボーナス全部見ていってください。そして私のツイッター、仮想通貨について毎日有力な情報を発信しておりますので、ぜひ
フォローしていてください。もしね、TikTok も始めました。TikTok 始めましたので、TikTok ね、ぜひね、説明欄からフォローしてください。まあ、朝ね、少ない時間で1日のチャート分析をまとめた動画 TikTok に出します。職場の昼休み、学校の昼休みに見られるような動画を意識して作成していますので、皆さんぜひフォローしていってください。ぜひね、オープンチャットも参加していってください。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。